構成国欧州連合加盟国欧州連合加盟候補国パートナー国地域オブザーバー欧州地中海パートナーシップとは欧州連合がマシュリクとマグリブにある諸国との関係を強化するために1995年にバルセロナで開かれた欧州地中海会議で取りまとめられた枠組みバルセロナプロセスとも言う欧州地中海パートナーシップは 後の地中海連合設立の基礎となる。欧州連合では2004年に拡大した際、キプロスとマルタの2つの地中海の国を含む、計10カ国が新たに加えられた。欧州、地中海パートナーシップは39カ国で構成されており、その内訳は27の欧州連合加盟国、クロアチア、マケドニア、トルコの3つの欧州連合加盟候補国。 アルジェリア、エジプト、イスラエル、ヨルダン、レバノン、モロッコ、パレスチナ、シリア、チュニジアの9つの地中海のパートナーである。なおリビアは1999年以降、オブザーバの地位にある。バルセロナプロセスは独特で壮大な取り組みであり、新たな地域関係の基礎を構築し、欧州、地中海関係における分かれ目となるものである。 バルセロナ宣言では、欧州、地中海のパートナーは、以下の3つを目的としている。政治と安全保障の対話の強化を通じた、平和と安定の共通空間の定義経済と、財政のパートナーシップ及び自由貿易地域の段階的設立を通じた、共有される、繁栄の構築文化の相互理解の奨励と、市民社会間の交流を目的とする社会的、 文化的、人的パートナーシップを通じた、諸国民間の振興欧州、地中海パートナーシップは、さらに二つの要素から構成されている。欧州、地中海パートナーシップは、以下の基本方針を持つ。バルセロナプロセスは、以下の三つの、バスケットで構成される。ハビエル・ソラナは会議の開会にあたって、この会議の参加者は、両者の間にある。 文明の衝突や誤解を克服するために一堂に集まり、また第一回十字軍から900年にあたる、この年に集まったのは縁起が良いと発言した。ソラナはバルセロナ会議について地中海地域の文化的、経済的統合を進めるためのプロセスであると述べている。出席していた27カ国、地域は、 バルセロナ条約を策定し、また当時欧州連合理事会議長国であるスペインの外相であったソラナはこの外交成果により高い評価を受けた。1995年に初開催された時点で以下の参加者がバルセロナ宣言に同意した。欧州連合は対象国との間で数多くの活動を実施している。 最も重要なものとして欧州連合が個別に地中海のパートナーと協議している欧州地中海連合協定である。連合協定は欧州連合と各地中海パートナーとの関係についての個別の詳細を含んでいるが同時に新しい欧州地中海関係に関する全般的な原則を反映している。政治、経済、 文化の分野をも同時に扱っていることもあって、地方単位で対話を行うということはこのパートナーシップにおいて最も革新的な点である。地方協力は各国の補完性が強調される一方で、多くの地中海パートナーに共通する問題を扱うものとして注目されるべき戦略的な効果を持っている。多言的な面では、 連合協定のもとで行われる、両社間での活動や対話を支え、また補っている。2004年以降、地中海パートナーは、欧州近隣政策の対象となり、2007年からは、欧州近隣協力機関が設立されている。エフード・バラックとヤーセル・アラファートは、共に、ソラナによる、バルセロナプロセスの調整に高い賛辞を呈した。この時バラックは、我々は、 和解に達し、イスラエルはついに、ヨーロッパクラブに入ることができたと発言している。他方でリビアは、バルセロナ会議に出席しておらず、ムアンマルアルカズザーフィーは、会議は生きがいに派遣を広げようとするヨーロッパの、企みが見えすぎていると主張した。ところが2000年にカズザーフィーとリビアは一転して、バルセロナプロセスの原理に同意し、またこれに署名した。 バルセロナ会議後も年一度の会合が継続的に開かれ、バルセロナプロセスは2010年までに中東地域において自由貿易地域の設立に向けた目標が定められている。ソラナは会議10周年までに真の中東和平が実現しているだろうと発言している。欧州地中海自由貿易地域はバルセロナプロセスと欧州近隣政策を 基本としている。2004年のアガディール協定は、その第一段階と考えられている。専門家の中には、バルセロナプロセスは、効果がないと主張する者がいる。中東アヘイプロセスの障害は、バルセロナプロセスに影響を及ぼしており、特に第二にのバスケットの進行を遅らせている。しかし、経済バスケットそのものは成功であり、沿岸諸国では、 文化的な交流や各国民の交流を進めるための計画が策定されている。この他の批判として欧州連合が支配的に物事を進めているというものがある。欧州連合が様々な情勢を評価しているということが北が南に何かを指図しているかのような印象をもたらしている。近年、プロセスの共同性について繰り返し疑問が提されている。 長期的なプロセス、また類似の計画の中でも特に複雑であるため、バルセロナプロセスに最終的な評価がなされることは、時間がかかると見られている。2007年、フランス大統領、ニコラ・サルコジュは原則として、地中海沿岸諸国で構成され、欧州連合の枠組みの外で活動することを、想定したと考えられる、地中海連合の創設を提唱した。 サルコジは地中海連合をトルコの欧州連合加盟の代替案として唱えていた。第10回欧州地中海首脳会議が2005年11月27から28日にバルセロナで開かれた。この時のバルセロナプロセスの参加国は以下の通りである。この他バルセロナプロセスには常任オブザーバに以下の国と機関が参加していた。 さらに招待オブザーバとして、欧州投資銀行、アラブマグレブ連合、文化間対話のためのアンナリンド欧州、地中海基金、欧州連合の経済社会評議会及び、各国の経済社会評議会が出席した。ただこの会議に出席した、地中海諸国の政府首脳は、パレスチナ自治政府大統領、マフムード・アッバースと、トルコ首相、レジェップ・タイップ・エルドアンだけで、 イスラエル、ヨルダン、シリア、レバノン、アルジェリア、モロッコ、チュニジア、エジプトの首脳は出席していなかった公式サイトによると21世紀の新たな現実と難題に対応するために以下の4つの根本的な分野を包含するようにバルセロナ宣言を改めて新しいアクションプランを作る必要があるとされている。ありがとうございます。